なるほど。はい。のりこさんみたいにやっぱりダンスが踊れるようになりたいっ。<laughs> そうそうそう。やっぱりダンスってこう、やっぱりこう、体の芯が大事でしょ、うん、芯っていうのはこの真ん中いや。私はもう適当に踊ってるだけだからね。上手とかじゃなくね。本当に、もう僕は本当にそれが夢になりましたよ。うん、はい。でもいいね。頑張ってくださいよ。 のりこさん、ね、イギリスのダンスショーに出る。ダンスショーに出る、出ない、はい、出ないって。何でしたっけ、<laughs> なんかありますよね、ダンスショーが。<laughs> なんかあったかな。テレビ。のあ、なんかあの、タレントショーみたいな感じ。はい、なんかいやあ<ー>あ。あ、そう、そうかな、なんか。そんなショーがあります。う,うん、う,んうん、うん。なんかスペインにもありますよね。ダンスを踊る、テレビね。へ、うん、えー。いや、いや、いや、ね、かっこよくは踊れないけど。はい 気持ちよく踊ることはできる。<laughs> まあ今、たくさん運動の話しましたけど、あの全然実はしてない、うん。え、どっちなんですか、うん、これからこれからっていう話いやいや、実はね、うん、さっきもしたんですけど、スクワット、うんあの。これ2分ぐらいしかしてない、2分だけ。1分かなで<ー>、昨日も昨日もダンベルで腕の。 トレーニングをしたんですけど、それも全部で。一分か二分ぐらい。まあ、でも最初は、まあ、そんなもんじゃないんですか。これからちょっと積み上げそうそうそう。いや、それがね、実は僕のストラテジーです。お<ー>、はい、はい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 。どういうことですか。結構重い、重さを持って。 あの本当に7回ぐらいを3セットだけですね。だから1、2>, はい、1> 2、3、4、5、6、7。で、ちょっとブレイク。1、2、3、4、5、6、7。ちょっとブレイク。うん、それだけでもう十分筋肉痛になる。うん、そうでしょうね。はい。多分最初はそんなもんなんだよね。そう,そうそう。やっぱりだっていきなりやってなかった人がやりすぎると今度は怪我するじゃないですか。そう。これ本当に真面目な話だけど。だから少しずつってことでしょ。積み上げ。はい。 あとはでももしね、うん、あのー、そのできるようになったらもっとできるようになったらもっと重くしていきます、うん、ああなるほどはい長い時間はあんまりやりたくない、うん、めんどくさいからだから僕は多分最初はジムに行ってねこんにちは、うん、こんにちは今日もよろしくお願いします、うん、さもうそこから爽やかですね、えー、はい爽やかにで、うん、ちょっと着替えて、ねうん、そしてあのー まあ、着替えないかもうあのその着替えた服でいきますからね、うん、でジムに入って、うん、あのウェイトトレーニングのマシーンのとこに行って、うん、うわー2分だけやって帰る、はい、帰る帰るそうそうそうはう、い、二分だけ。うん、はい。どうですか？二分だけ。二分で帰る。そうそうょっと短い、ね。<laughs> <laughs> 真面目な話。<laughs> ええー、もうちょっとせめて。 15分 <laughs> まあ15分で十分でしょうね。ね、うんうはい、僕はそう思います。本当に15分以上いる人って多分ほとんどストレッチでしょ。なるほどなるほど。ストレッチあんまりしたくないんですよね。まあ、いやそうなんか面倒くさくないですか、うん、でもなんかその激しい運動をする前にそういうことしなきゃいけないんじゃないそれからあとあとも終わったあとも。誰が言ったんですか そんなこと私、勝手に。たぶ <laughs> した方がいいですよね。もううん、でもなんかめんどくさいことしたくないんだな。まあそうだよね。もう2分以上したくない。うん、1>, 1日2分だけ。ね、1>, 1日2分だけでマッチマンになりたい。まあそうだけどなかなかそうはいたない,い。<laughs> <laughs> だからやっぱ積み上げ。やっぱ結局は積み上げですよね。ほんとね。そこから。 そここかかから伸ばばしててい,いいいいいけけじゃななですすわわんないことを言ってますね今多分、うん、あのこれを聞いてる人で運動のことを知ってる人は何言ってんのこいつらど素人がみたいな。何言ってごめんなさい皆さん。本当に,本当に私に運動のことは聞かないでください。本当に答えられません。運動しないから。私は僕の中ではのりこさんは結構あのスポーティー。全然です。全然。うん、体力ないし、もう歩く,歩くだけね。 あのダンスはお酒を飲めばやっぱり好きな音楽が流れれば踊りますけどでもそんなあの習っているわけでもないし体力は本当にないです私あうはい私の友達のな中では本当,にあの本当に体力ない,ない,ないよねってだってあなた運動してないもんねって本当にそう思われてると思う本当ですよでもバイタリティはあるんでしょ それどういうことメンタルな部分だけ。いやいや、でも、バイタリティはあるでしょ。あるかな。そこはもう考えたことなかった。体の周りからバイタリティこが見えますよ、本当に。霧みたいな。それは元気ってことどういうことそう、元気が。典子さんは。そういうことか。元気がもう、溢れてます。まあね。 たし、まあ、それはだからいつも言っているように、まあ、性格の部分ではあるかもしれないけど。うん、でも、体力は本当にないです。すぐに、すぐにも。えらいえらい、しんどいしんどいってね。言ってますあのー。例えば、なんか、歩いたりするのって。疲れるんですか。いや、疲れるよ、やっぱり。あ、そうなんですね。うん、疲れる疲れる。私、あの、本当にこないだ、そのね。エディンバラ旅行に行った時に。はいはい、うん。 あの本当に年を取ったたと感じましたなんかま旅行に行くとやっぱり街歩きするじゃないですかいつもより歩きますよね、うん、でもすっごい息切れしてましたもんあ歩くだけではい私も本当にやばいと思った実は、うん、まあそうですね、うん、飲みすぎなんじゃないですか <laughs> まだまだそんなことで <laughs> いや、ね、それはウイスキー飲みながら歩いたら <laughs> それ結構息切れすると思う みんな信じるからのそうえでもそれ本当でしょこの前は。だって美味しい違う違う。飲みながら歩かないでしょやっぱり。まあまあ飲んでもパブで飲んで歩くって感じでしょまあね歩いてちょっと疲れたらまたパブに入ってで実。実はそうだったけれども。まあ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  <laughs> まあ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 やっぱ体力大事ですよ本当に。たい本当にそう思いましただから。うん 頑張ってくださいよそうそうあとやっぱりねなんかあのー、やっぱり今と未来のことをやっぱりもっとポジティブに考えたいですよい、うん、はい。やっぱ未来そうまあ今例えばやっぱり未来のことをポジティブに考えるとこれからもっと良くなる体が強くなる健康になるって考えるとなんかこうやっぱり明るくなりますよね。 今まではちょっとあこれから年を取ってどんどん弱くなっていくんだなとかそういうなんかどんどん悪くなるっいイメージからどんどん強くなるどんどん元気になるっていうイメージに変わるとなんかこう人生が良くななるみたいに対してねなんかねそう前向きになれるというかね。 その通りやっぱり運動してる人はちょっと違いますよねエネルギーがんかね僕の言うがあの1週間前と全然違うそうですよねびっくりしましたびっくりしましたとかしかもまだジムのメンバーじゃないですからそうそうですよね うもうかなりやる気満々です。<laughs> そう、ジムに入るというその、何その前ですからね、前。<laughs> 前だけでこんなにもこう、盛り上がるなんて盛り上がるなんて、悪くない、悪くない。本当に本当に、うん。いいですよ、いいですよ、盛り上がっていきましょうよ。そう、うん、やっぱりルーティーンをね、もっともっとあの見直さないといけない。うん、ポジティブに。そっか。え、じゃあその、今の自分のルーティーンに、うん。 何ですか。どう、どんな感じで、そのエクササイズを入れていくんですか。<お><朝>いい質問をしました。えいい、そうですか。うん、これね、<朝>実はあの。うん、今と、これからの僕の、ちょっとあの。まあ。まあ、なんていうかな。はい、なんかいつも。新しい、そのコンセプトみたいなものを、ちょっとこう。あの、考えるんですけど。うん、今、あの、ミニ。 実践したいことがありましてやってみたいこと。<ー>これが<ー>まあ今のテーマですよ今僕の中で大事なテーマが、うん、あのフレキシブルなルーティーン。<ー>はい。今までの僕はルーティーンというとかなりリジットというか、うん、はいはい。えー、例えば。ね、その話よくしましたよね。そう、うん、のりこさんがさっき言ったみたいに例えばいつ、うん、いつあの朝ですか例えば朝。 ジムに行きますかじゃあ例えばなんかこう月曜日と水曜日と金曜日の朝9時とかね例えば、うんうん、で例えばある日まあそれは火曜日の夜ね火曜日の夜時間があるうん、うん、火曜日の夜に時間があるけどああいや僕はあの月曜日と水曜日と金曜日の朝9時しか行かないはい。 これはちょっとやっぱりなんかこう弱いうその、ね、せっかく時間があるのにできないとかちょっともったいない気がします。例えばね最近僕はあの本を結構読むんですけど図書館の本いろいろな本を読むんですけど、うん、例えば今まではなんかあの、まあ、30分時間がないと本を読まないとかそんな感じでしたよね。うんはい 夜だけとかね,ねでも今は5分時間があったら5分読むし1分でも読みます1分だけ時間があったら1分読むしあ朝でも昼でも夜でもいつでも、うん、あのちょっとでもたくさんでもフレキシブルに本を読むっていうことですうなんかそのあんまりそのピッキーにねこだわって考えずに、うん、もっとあのフレキシブルにルーティンを続けていく。 これが今の目標なんですねかかだからジムも例えば1週間にまあ何回でもいいですよ時間があれば何回行ってもいいし行けるだけ行くそうですねまあ少なくともまあ3回ぐらいは行きたいですよね少なくとも3回、うん、でもそれは朝でもいいし昼でもいいし夜でもいいというふうにしたい、はい、いいですねはい。 今までの僕はなんか朝だけとか何時そうそうそう,そう、はい、分かる分かるだけどそれをちょっと大きく変えていくってことですねそうそうもっとフレキシブルですね夜時間があったら夜でいいじゃないか、うんうん、いいと思いますよ悪くない、うん、全然、うんうん、おおなんかねフレキシブルなルーティンポジティブな感じでいいですねポジティブ <laughs> ポジティブなのはいいことですよ<ー>コロナウイルス以外は まあそうそう、もちろん、もちろん。はい今のは悪い冗談。悪い冗談ですから。悪い冗談でもないかもしれない。ポジティブっていうとね、ポジティブっていうと、なんかあのコロナだと悪いですからね。そうそうそう。でもなんか悪い冗談でもない。ねその本当の話、ポジティブだったらね、コロナの場合は嫌だけど。はいコロナの場合はネガティブがいいですけど、まあそのポジティブでね、あのやっていくきたい。なるほど。うん。 フレキシブルなブル,ルーティーンって多分あのこの日本語を勉強してる人とかね、うん、あの言語の勉強にもとてもとても使えると思いますよ。うん、5分しか時間がなかったら5分でいいです。5分やればいいしあの朝でもいいし昼でもいいし夜でもいいんです。うん、なんか寝る前だけね寝る前はいつもこれをするそういうルーティーンの仕方ももちろん大事ですけど、うん、あのもし時間があればいつでもどこでも。 ね勉強はできます。本当に。はい。はい。ね本当に会社でコーヒーを飲みながらそうそうそう。はい。ちょっと時間があればどこでもちょっとでも本当に通勤途中でもいいしね。そうそうそうどこでもそう。僕はそういう風になりたいあのもう少し今まではねちゃんとなんか例えば本を読むときはあの一人の時に例えば子供とかがいない時に。 ソファーに座って読むとかね、そんな感じソファーに寝て読む。とかでも今は子供がいても、うん、テレビがついてても。うん、あの全然関係ない。どこでも、いつでも。<ー>はい。いつでも、どこでも。そう,う。いいね。いいです。いいです。はい。い<や>そっちの方がやっぱり。パワフル。なんか私もポジティブなパワーをいただきました。何ですか、えーなーになに。なに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 。<laughs> ってよくわかんないけど。 <laughs> やっぱりあの運動っていうのは説得力がありますよね。ある、あるね。はい。そうで、逆に私が一番なんかできないことであるから、なんか余計にすごいと思うね。はい。僕はやってないですけどね、まだ。<laughs> まだ、まだ。<laughs> ま,ね、ま,まだまだ。いやいや、でもちょっとやってるじゃないですか。うん、そのやり始めたところじゃないですか。はい。1日2分だけね。ね。うん。そそそやりましょうよ、紀子さん、一緒に。私も運動<ー>うわー。 いやこれね実はねすごくいいチャンスだと思うのりこさんおお来ましたはい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 まあチャンスというかもう本当にねあの2021年まあ運動あんまりしてないんでしょのりこさんしてないですよ自慢できないけどしてないですよとかそんなでもあとね残り3か月半ぐらいあるんですよね3か月半しかないんですけど 今年はあと三ヶ月ちょっとあるんですよ。もしこの最後の三ヶ月たくさん運動すれば、二千二十一年はもう運動した年になります。大逆転。はい。大逆あ大逆転ね。はい。大逆転。最後の最後の。はい。今までの累積です大逆転。そう。今までの怠け者の能力はもうあの。さよなら。さよなら。さよならさよならホームラン。 <laughs> 最後の3か月で6パックスいやいやいやそれ,それはちょっと言い過ぎすぎ過ぎ<ん>いくらなんでも言い過ぎうん,ん <laughs> そうか,どうですかいやちょっとなちょっとなちょっとな <laughs> ちょっと考えるな <laughs> いやーまあね本当にでもちょっとああ 考えなければいけません。うんうん、でも本当に時間はかからないですからね。あのねちょっとだけで。はい、うん何がいいのかなあのでも腕とか足とか,なんかあの鍛えたいとことかありますかもちろんお腹ですよ、お腹。お腹,かお腹は難しいですよね。皮膚が全然考えてないな。ああ、そっか。 あ腕も確かに腕も大切ですね腕もなんか全然筋肉ないから、うん、あのね肩ですよね肩肩おお、はい、肩ですか、うん、肩を鍛えればあのその肩こりがなくなるみたいですねああ肩こりあるの今いやえっ、ー、とないけどまあ肩こりするようなことしないですからねそのなんかそのプログラミングとかそういうことをしないですからね全然ああはい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 、うんはい でもやっぱりあの肩なんていうのなんかこう年を取るとねやっぱり首とか肩とか痛くなるんでしょうんなるね。なるよ、ね、はい。るはい。やっぱりちょっと筋肉があるといいみたいですよ。なるほどなるほどなるほど。ね、うん、え。そっか。まあそれも本当にね長期長期的なプランですよね。そうそうそうやっぱりね。うそう少しずつ。 うん、まあ来週は僕は言ってることは変わるかもしれないですけどね。わからないよどうなるか。やってらんねえよ運動なんてな。め <laughs> んどくせえ。やってらんねえそう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 。言ってるかもしれないまあ大丈夫でしょう、やってるんじゃないですか。 でもやっぱりね、はい、一緒に頑張ってる人がいるとあの励みになりますよね、うん、だから紀香さんと一緒にしたいですけどね本当は僕だけじゃなくて期待しないでください期待しないでください <laughs> いやあの私はしばらくちょっと様子を見て<の>じゃあ哲平さんがどのように変化をしていくか <laughs> プレッシャー <laughs> 見,見つつねえ うん、おなんかちょっとね、声がないてきました,、ね、てきたそうそう、なんかちょっと顔色も良くなって、なんか何ですか、はい、その変化はみたいな。はい、今日も行きましょう、<laughs> 頑張りましょう、はいあそう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 。ねうん、そうなった時に、<laughs> やりたいですよ、のりこさんと、あの、なんていうの日本語エクササイズ。 日本語エクササイズどんな方法ラジオ体操私、ラジオ体操ならできるけど。新しい体操作りましょう。日本語を学びながら日本語を学びながら運動ができる。そしてポジティブになれる。わあ、いいコンセプト、この3つ。日本語がうまくなる。そして健康になる。そしてポジティブになる。 あーーやりたいやりたいこのコンセプトどうですか皆さんちょ,ちょっとなしかもねその、うん、例えば日本語が勉強できるあの健康になる、うん、ポジティブになるこれをなんか誰かが YouTube とかでやっても例えばその人がもともとこう、うん、なんかこうスポーツが得意な人とか なんかすごくフィットした人だとちょっと距離を感じるでしょなるほでも例えば僕とかのりこさんみたいに僕たちも何年か前まで運もやしっこでしたそうそうそう笑顔でスマイルする人たちはバカだと思ってただけどだけど違うんですよ僕たちは普通の普通の人がそう 誰でも、僕だってそうだった。そして、僕は変わった、ターニングポイントは、40歳の時。それやりたい。うん。変われる。そうか。人はいつだって、変わることができる。おお、眩しいな。うん、キラキラキラ。キラキラ。はい、そして、売りましょうよ、プロテインとか。プロテイン、どんな、ちょっとブランド、新しいブランド。はい。そうそう、日本語本。 てっぺ粉のりとプロテイン。プロテインいや長いな。ダメ <laughs> だ,だめ。ダメ売れなさそうですね。それは。<laughs> 何が入ってるの？このプロテインを飲めば、いやいやね、うん、あの漢字が覚えられる。<laughs> そうでしょあの結構あのプロテインシェイクあのそうプロテインのあの缶があるでしょ。缶。あるある。プロテインの缶の後ろに漢字のリスト、漢字の表を書いて。うわー。

1>, <laughs> 1時間で来るあの <laughs> ダンベル持って。<laughs> のりこさん僕はあの想像の世界で今話してますから。<laughs> 現実的なことは言わないでください。あそうかそうこれは想像ですよ。いやいやでもデッピーさんプラットフォームがあるから。いやいやいやのあのライブはライブでも別、うん、別の世界ですから、ね、あれは。はいこれからも例えば来週ねのりこさんとまたライブをするときに。 ライブじゃないポッドキャストを撮るときに僕は言いますよのりこさんに「ああ見てくださいちょっとですね筋肉がついてきましたよ」まあ見えないと思いますけど想像してねお腹も割れてきましたよいいですねああとか言ってね声だけで声だけでレポートしますからどれぐらい筋肉がついて肩が大きくなって T シャツが小さくなってそう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 もりそう そうね、もう最近ではスーパーマーケットでマダムたちが振り返るようになったそうそう「えー、あの人は誰?」みたいな「あの人は誰あの人、うん、ハリウッドスター <laughs> k p o p のアイドル何アイドルうわみたいな若い時のシルベスタ・スタローンにそっくりんどんな人ですかそれ若い時のシルベスタ・スタローンにそっくりの日本人なんていないですね そう、いない,い、い,い,い,いない、いない、いない。えー、じゃ、あちょっと哲平さん、はい、ここで終わらなきゃいけないんだけど。ですね、来週、そうそうね、あの、はい、来週ご連絡しましたけど、あの、水曜日でお願いします。そうですね、はい。す,すみませんが、よろしくお願いします。はいつもありがとうございます。頑張ってください。いこちらこそ、ありがとうございました。はい、でで失礼します。はい。はい